肌寒い東京競馬場にほんのりと冬の日差しが差し込んでいます。ダートをかける豪脚はこの寒さをも吹き飛ばします。ゲートが開いた。まずまずのスタートを切りました。先行グループからまず見てまいりましょう。ドゥラエレーデがかわしていきました。15番ドン・フランキー、9番ペプチドナイル、そしていたいたオメガミネスとルメールであります。外を通りまして7番ガイアフォース、イグナイターがそのうちにいます。外から1頭6番カラテ、ウィルソン・テソーロがその後ろ、それからミックファイヤー、レッドルゼル、それからスピーディキック。まもなく第3コーナー、それからシャンパンカラー、その外に11番キングズソード、そしてその後ろから赤風タガノビューティーが並んでいます。それからもう1頭16番アルファマム。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ。先頭行くピンクの帽子はドン・フランキー、踏ん張っているドゥラエレーデ。さあ先頭はドン・フランキーが4馬身リード。2番手にドゥラエレーデ、さらに外オメガニですか。オメガニです。懸命に追う。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。オメガニですが3番手間から黒い帽子ドゥラエレーデ、間からドゥラエレーデ、頑張る頑張る池添とドン・フランキー、オメガニです。懸命に追う。粘った粘った。ドン・フランキー外から1頭オメガニです。ドン・フランキー1着。フェブラリーステークス勝ったのは15番ドン・フランキーだ。2着、4番、3着、5番以上のように確定しました。